こんばんは。まなみも兵庫なんや。そうです、兵庫県出身です。兵庫県結構9期生多いですよね。はい、多いです。芸人さんには動いてる。あ、どんどん流れてって見えない。ちょっとこうやって戻って、こうやって戻れるみたいですね。ブレイキングナイン新規です。あ、ちょっとこれはちょっとですね、まあ、訂正と言いますか、なんと言いますか、ブレイキングナインを見ていただいた方は多分私の印象が多分やばいえぐなんかなんて言うんですか、見下しキャラみたいに言われてたんですけど、ちょっとあれはちょっとなんかブレイキングナインをタイトルだけ、このコーナーの名前だけ、これに今日来ては参加しますっていうのを知ってて、それできっと、まあ、本家のあんな感じなんやろなと思って見てて、なんか本家の方見たらなんか椅子蹴りながら登場とかしてたんですよ。だから私もなんか椅子蹴りながら登場とかさせられるんかなと思ったんですけど、なんかそういう感じの解釈で言ったらあんな感じになってました。でも元々はあんまりそんなこういうキャラじゃないんで安心してくださいね。ああいう性格の子かと思ってた。まああれはまああそこのキャラということで、私は、今はいい子です。はい、こんばんは。髪伸びてる。サトシとピカチュウ、サトシとピカチュウ、さっきのホノピーと、そうですね、サトシとピカチュウとか言ったんですけど、本当はプライベート本当裏では仲いいので、はい、ほのかちゃんがすごい見てるんですけど、はい、仲いいので安心してください。こんばんは。すいません、全然本当に慣れてなくて、どうしたらいいよ。違うの、やばい。いつもモバメで癒されてます、ありがとうございます。モバメは基本なんか本当に自分のことばっかりなんか喋ってて、楽しんでいただけているならすごく嬉しいです。ちょっと無視します。ほのぴーがほのかちゃんからちょっとダジャレ作るっていうリクエストが来たんですけど、ちょっと私はここは華麗に無視をしていきたいと思います。華麗に無視をします。はい、かわいすぎ、ありがとうございます。下がり眉がかわいい、下がり眉ですかね。下がり眉がありがとうございます。暗算は本当に得意なの。あ、これは、まあ、結論から言うと得意なんですよ。でもあそこでちょっとあの場では緊張してて、もうなんかもう一の位でさえも計算できなかったんですよ、あの場では。で、何もちょっと分かんなかったんで、で即興で適当に言ってしまったんですけど、またいつかリベンジする機会があれば、いつかリベンジしていきたいなと思います。お話し会よろしくね。お話し会、あ、撮ってくださったんですかね、ありがとうございます。ちょっと私もめっちゃ楽しみにしてるので、皆さんお話ししましょうね。キャッチフレーズしてみて。キャッチフレーズが9期生って9期生特別公演で初披露だったんですけど、ちょっと私がその公演が出れてなくて、まだ自分のキャッチフレーズを公開してない状態なんですよ。なのでちょっとまたいつかどこかの機会で多分発表すると思うので、チェックしてくださいね。兄さんはバスケット部やったかな、運動神経良さそう。運動神経どうなんですかね。なんかめちゃめちゃ悪くはないと思うんですけど、でもなんかバスケ部をこうバスケをやめてから結構半年以上経ってるんで、もう多分ボールはあんまりつけないですね。
学校ではどんなタイプ？学校では基本なんですかね、なんか静かにいる。仲良くなったら結構バイバイするんですけど、まあなんか普段あんまり普通のクラスやったら静かにいます。てかほのかちゃんのなんか後でもうなんかあんな面白い配信をされて私に回ってくるなんてちょっと怖いですね。ダジャレね。あとさっき見てらっしゃいましたかね、船橋レイナちゃん、レイニャのレイニャの配信で、あの二瓶まなみと船橋レイナはビジネス同期や不仲やってちょっと言われてたんですけど、で私がレイニャをなんかいつもバカにするみたいな年下やって言ってるって言ってたんですけど、まあ本当は仲いいですよ。あれはでもレイナもなかなか、まあ同期といえど、まあ一応二校上なんですね。でもなかなかにもうおいお前とか言ってくるんで、はい、そうですね、まあ仲いいです。言えば言うほどだから仲不仲に見えちゃいますよね。ちょっとまあここで一回だけもう断言します、仲いいです。はい、すいません全然コメント読めない。すいません、あと6分、もう9分も経ったんですね。やばい、ほとんどなんか黙っちゃう。あちょっと本当にやばい。好きな先輩についてブログ読んだんですが詳しく教えてもらえますか。私は好きな先輩は現役メンバーさんやったら渋谷凪沙さんと平山舞さんで、卒業された方やったら福本愛菜さんが好きで憧れの先輩なんですけど、あの現役メンバーさんの渋谷渚さんと平山舞さんは本当に一回何度かお会いしたことがあるんですけど、もうほんまになんかもうこれ以上あるのかっていうぐらいの優しい笑顔でもう挨拶してくださって、私はもともと好きやったんですけど、よりなんか好きからなんか尊敬にも変わったし、すごく愛が増しました、はい。で福本愛菜さんは私がめっちゃ幼稚園の年長さんぐらいの頃に劇場公演に一回行ったことがあるんですよ。でその時にこうバイバイっていうお見送り会の時に私にステージから見えてたよって言ってくださったことがあって、それですごい幼い私の心をわしづかみされて惚れました。あと5分、あと5分ですね、あと4分です。ゆうみ先輩とは会いましたか。はい、ゆうみさんとはレッスンとかでお会いさせていただいてるんですけど、もう最初は怖いってちょっとビビってたっていうか、ちょっと思っちゃった、まあ、怖かったんですけど、実際にお会いしたらほんまに優しくて、ダンスも上手やし、ほんまに9期生に気さくに話しかけてくださるので、すごいもう今は怖さとかなくなって本当に大好きな先輩です。学校では二瓶って呼ばれてるの。学校では二瓶って基本呼ばれますね。なんか下の名前で呼ばれることがあんまりないんで、なんか二瓶ってまなみって呼ばれて逆になんか自分のこと呼んでるかわからないくらい、はい、二瓶って呼ばれます。あと何分ですかね。3分です。あとやばい、すいません。ヘイヘイヘイ、苗字がインパクトありすぎ。そうなんですよ、苗字が凪沙さんにも言っていただいたんですけど、なかなか二瓶っていないですよね。二瓶ジオン先輩と同じ感じだ。そうなんです。でも亀のジオンさんはヘイはもう亀で、二瓶はヘイなので
ちょっと読み方がいろいろあるんですね、ピンっていう感じにはっていうはい、そういう話でした。落語家っぽい落語家っぽいですか。落語家っぽい、褒めてますよね。やばい、あとやばい、へーもへーい、やばい、めっちゃなんか二平いじりをされてる。やばい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 、わちょっと落語家さんの名前が。むしろマナミンってニックネームどうなんですか。最初あのヘイ、なんか二平にしようかと思ったんですけど、まあさすがにちょっとアイドルということで可愛らしくマナミンっていう感じにしました。ちょっと隣にいるの誰ですか。9期生のメンバー数人ですかね。なかなかにちょっと笑わしてくるんですけど、はい、ではもうすぐ配信が終わる時間ということで、ランキング3位まで、1位から3位まで読ませていただきたいと思います。どうやって読むんですか。ちょっと待ってください。1位がキヨタンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。キヨタンさんありがとうございます。2位がユイトさん、ユイトさんありがとうございます。ユイトさんありがとうございます。 3位がどこにいはるんでしょうか。3位はネハレムさん、あ、ネハレムさん、いつもモボメの返信してくださってる方です。はい、ネハレムさんありがとうございます。他にも見てくださった方本当にありがとうございました。もう終わりですかね。あと1分あるということで、これからもちょっとまだ本当に話がもう下手くそすぎてめっちゃ緊張してて、ちょっとあれなんで、ちょっと楽しんでいただけたかわかんないんですけど、これからもちょっとショールーム配信したりブログやモバメで皆さんとたくさん交流していきたいと思いますので、これからも二平まなみの応援と9期生とかもういろんな応援よろしくお願いします。それではありがとうございました。また来てくださいね。ありがとうございました。